旧立行政68カ国の一国である飛騨国、現在の岐阜県北部に位置している。今も昔もこの地は山岳に囲まれ、実質的に有効な土地が少ない地域であった。戦国時代、ここを治めている大名は三木家。彼らは卑怯にも公家の姉が光司家を乗っ取り、名門の仲間入りを果たしたのも束の間。北に上杉、南に織田、東に武田と囲まれ、紆余曲折を経て乱世に敗れ滅亡した。強国に囲まれ、領地は狭く、武将も弱く、残るは名門という過去の栄光のみ。そして当主はこの国から打って出る気概なし、生き延びたいが国を出て戦いたくはないのだ。果たして奇襲で名門の皮をかぶった宝剣の山猿は、国に引きこもってこの乱世を生き残れるのだろうか。弱敗なプレイスキル、視聴者のコメント、プレイヤーチート全てを駆使して生き残ろう。それでもダメな時は、視聴者に責任を取らせて、腹を切らせれば良いのだから。では行こう。視聴者の切腹をかけた戦国乱世。無論私はこのシリーズを投げ出し、失踪しても責任は断じて取らない。信長の野望申請発売されたー。冒頭の通り、信長の野望発売が嬉しくて、夜しか眠れなかった飛騨の大名、三木ゆっくり霊夢です。夕室ゆっくり魔理沙だぜ。てか夜寝れていたって健康だわ。しかも冒頭の通りってお前、各所に喧嘩売ってんじゃねえか。喧嘩？僕なりの愛ですよ。言ってる意味が理解できないんだぜ。今回は申請初見プレイで、飛騨の三木をプレイしていくよ。三木って、信長の野望シリーズでも、私の弱小大名家だよな。弱小大名とは失礼な。兵も少ない、武将も弱い。だけど名門の姉が光司家を乗っ取ったんだぞ。乗っ取りとか褒められたことじゃないぜ。それに乱世に名門って。我が名は炎本書、名族である。頭をよぎるであろう黄色い名族おじさんはボイボイしちゃって、こちらが今回の目標になるよ。まあ初見だし、システムを理解するってのはわかる。ただ初手は極力飛騨から出ないって。この目標は何なんだ？小国で地道に内政して国力を蓄えて強くなっていきたいんだ。それに一歩間違えれば首が跳ねられるスリル、楽しいじゃないか。頭のネジが緩んじゃってると思うぜ。全国版から創造戦国立志伝までプレイしている体感からいくと、ほぼ間違いなく織田、武田、上杉に囲まれて終わる未来しか見えないんだぜ。まあそうだね。正直勝ち筋が全く見えない。多分ミキプレイは順当にやっていくと、初手拡大が大事だと思う。越中、能登、加賀、越前、畿内、こんな感じで勢力を広げて、織田と決戦して家臣取り込んで天下統一って流れになると思うんだよね。でもそれは勝ち筋が見え見えだからさ。この初手拡大ルートはあえて封じて、最初は引きこもってシステムを理解、それで各勢力の動きを見たり、新生のイベントなんかを楽しんで、どこかのタイミングで一気に打って出て、統一事業に邁進していきたいんだ。そのどこかのタイミングではすでに、織田、上杉、武田に囲まれてる時なんじゃ。うん、そうだね。だから勝ち筋が見えないんだ。それに AI が初手拡大したら手も足も出ないだろ。きっと光栄様はバランス調整してるはず。私は信じてるよ。オガピー、光栄様に責任転嫁すんな。でもさ、必死に守るはずだった村々が蹂躙され、物量に押しつぶされて殲滅されるのが好きだ。絶頂すら覚える。誰かこの精神異常者を豚箱にぶち込んでくれ。まあ滅んだら元も子もないしさ、土下座外交でも何でもしますよ。越前、土下座でドヤ顔されても。見て、これが飛騨国。神聖のブラかっこいいな。飛騨がかっこいいってことだね。いや、違うと思うぞ。今作は大使で細分化された軍要素が、さらに重要になったんだよな。そうなんだよ。これ見て、各城には軍が存在しているんだ。この軍を家臣に分け与えて内政させるわけ。それで戦時には家臣へ殿のもとへ。集まれー！つまり治療、ご恩と方向、論功交渉。お前言葉の意味理解してないだろ。よくわかんないけどさ、その土地の支配権あげるから。だから僕と契約して、魔法少女になってよ。謀反されちまえ。というわけで弱いけど、いないよりマシな三木家臣に土地を与えるよ。与えたら自動で内政してくれて、軍の掌握度を上げたり、施設を建ててくれるわけか。うん、軍の掌握や施設は、様々なバフが入る。またそれとは別に労力を消費して、大名自ら内政を支持することもできるんだ。内政好きの人でも苦手な人でも嬉しい仕様だな。あとこれらは軍だったけど、城下町には個別に施設を建設できるよ。どれも強力そうな施設だな。でもね、城によって建てられる数があるんだ。ほう、軍が多くて城下町が大きい城が有利ってこと？正解。まあでも軍が未発展だと兵力でないからね。内政は大事ってわけさ。ここまで聞いてて思ったんだけど、飛騨って土地狭いよな。歴史に疎いだけかもしれないけど、大きな城や城下町も思いつかないぜ。桜洞城は特に大きくないし、帰り雲城は呪われた不吉なイメージしかない。何を今さら、最高な立地じゃん。
そういえばポンコツ武将たちの紹介忘れてたね。自分の部下をポンコツって、えっへん、褒めてないんだよな。でも確かに能力は低い。これは天下を目指す家臣ではないな。それでもいないよりマシだからね。終了まで使い潰してやる。クソ上司オツ。新生では武将ごとに戦法と特性がある。これは大なり小なりプレイの幅を広げることになるね。ほう。と有名武将とかだと固有があったりするんだな。じゃあ有名どころを見てみよっか。第6点魔王織田信長。能力高いし固有多すぎ。甲斐の虎武田信玄。まあ風林火山だろうなって思ってた。越後の言う長岡影虎。さすがは軍神様。まさか、三木の投手にもある？こちら、汎用しかねえじゃん。飛騨の山猿とか名門乗っ取りとか、つけてくれてもいいのにね。開発者は飛騨を差別してる。訴えよう。それはお前なんだよ。訴えられちまえ。さっきから気になってたんだけど、家臣には身分があるんだな。そうなんだよ。これも新生の特色。過去作でも身分は確かにあったんだけど、新生では身分に応じてできることが違う。例えば軍の治療は足軽大将から。それだと組頭たちはどう出世させるんだ？大名の軍の大官から始めさせるんだ。そこで内政を経験。そして合戦に従軍させ、功を挙げたら出世、土地を褒美として与える。さらに功を挙げたら侍大将で城主になれる。こんな感じで外交だったり軍団長だったり、任命するには身分の高さが重要ってわけさ。想像だと身分関係なかったよな。登用してすぐに城主にも軍団長にも起用できたはず。今作はリアルをうまく落とし込んだな。いい意味の不自由さだよね。私もよく女王様に手錠かけてもらう。身動きできない不自由さ。でもそれが気持ちいい。お前の成績なんて聞いてねえんだよ。それで今後の戦略はどうするんだ？どうしようかな。先行プレイ配信見たんだけどさ、シナリオは違えど三木は武田に2年で滅ぼされてた。プレイより三木が滅ぶかのログ見てたもんな。まだ手探りだけど、今、武田が来たら終わりだと思う。合戦で勝ち目はないだろうし、革新のように砦や矢倉じゃ防げない気がする。となると、武田と最優先に友好関係を結びたい。でもこの外交がもしも破綻してしまって、攻められたら心中かな。滅ぶよりマシか。初手拡大を封じた以上、今は情勢を鑑みながら内政で益を養う。そして一途の運を祈る。飛騨で唯一使えそうな三木より綱を信じるんだ。どういうことなんだ？飛騨からはもう有能武将は出ないと思う。ただより綱は人脈の特性持ち。これは自国ではない燕国でも登用が可能となる。おお、これで有能な武将をゲットできる？いや、無理な気がする。ランダムっぽいんだよね。でも今の三木にはその低確率を信じるしか。というわけでこれが初手の計りごと。不安しかないけど大丈夫か？大丈夫だ。問題ない。って言いたいけどね。不安しかない。まだまだ新生の情報少ないから、視聴者の方々にも助けてほしいんだぜ。こんなプレイでもよかったら一緒に攻略してほしい。コメント待ってるんだぜ。それにこのプレイだけだと、PC に火薬詰めて爆弾上したくなっちゃうから、並行して他の新生動画も上げる予定。チャンネル登録してくれたら嬉しいよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。